コールさん、ここはどこですか？ここはね、松下ボート前の月毛沢という湾岸の入り口ですね。はい。この月毛沢の右側の岬、ここは、かつて僕が何匹も発売を釣ったですね。で、やりますよ。はい。この湾が伸びてきちゃってね、最近。はい。ちょっとね、いいレンジに下がるのが入りにくいですけど。ね、猫はどっち方面なんですか？あ、猫もその辺で。はい。岬のね、向こう側に岩盤が実はあって、はい、この岩盤がこういう風にチャンネルを作ってるんですね、はい、こっちの土の張り出しと、はい、この岩盤の間にちょっとブレークがあるんですよ、はい、まあ、そのブレークが今、まあ、マックス深いところで11メーターから12メーターぐらいで、はい、浅いところだとまあ10から9ぐらいの、はい、まあ、1メーターぐらいの段差なんですけど、結構鋭角なブレークで、はい、この周りに結構ね冬の魚が口を使いやすいやつが入ってきやすいんですね。イメージ的にはダウンヒルで、いや今アップヒルで、アップヒル引っかかる感じでやってます。みんな結構そっちの月毛の奥の方をやってるのはイメージあるんですけどね。月毛の奥もね全然いいんですけど、あの赤い橋の下から、はい、その今見えてる右側の橋の下1個目の岬かな、はい、あの近辺とか黒い部分が浮いてるところの立ち木回りとかはちょろちょろ釣れるんですけど、サイズがまあまあちょっと、まあ冬はあんまり出ないです。セット変わり目はでかいのがつくんですけどね。あともう一個問題があって、ちょっと今年はワンドがあんまりどこも確かに良くないです。ワンドじゃないんです。ワンドじゃないんです。ワンド今年あんまりね、まあ頼朝向かいのワンドではいいの釣りましたけど、はい、まあそこ今の水深できついし。やっぱり、ね、魚は 4,5 メーターでも残ってはいると思うんですけど、その水温低下の影響を受けやすいところっていうのは口使ってくんないんですよ、はいはいはい、それがじゃあ何メーターまでって言われると、はい、7度8度になってくると10メーターぐらいまで欲しいかなと。小森さんの魚探で今水温何度ですか？ 8.4 です。 8.4、はい、もっと低いと思うんですよ実際は、はい、このコントローラスちょっと誤差あります、はい、修正してないんで。よく映りましたね。映りました。映りましたね。明確にバスですね。冷えてきましたね、さすがに。はい。全然大丈夫です。いや、全然ダメですね。コンクルージョン。これ、ね、結構辛いですね。心配事があるから。昼までぐらいで考えたいですね、はい、この振りを考えると了解。じゃあ小森さん、ゼロン化してくださいよ。はい、な何かつけ替える、黒をつけておけばいいですか？何でもいいですよ、はい、シュリンクでもいいですよ、シュリンク。山田さん大好き、テクシーシュリンク。そう、わかる。小森さん、はい、レッグハムに何か一本もらえませんか？レッグハム？レッグハムも忘れてきました。レッグハム持ってこないで、冬の風呂に出してた。全部小森さんにもらおうと思って持ってきたんで。レッグハムがいいですか？え、なんか釣れるゲイリーワーム。できれば山ミミズがいいですけど。山ミミズをダウンショットで使うんですか？どうですかね。いやレッグの方がいいですかね、やっぱ。まあ、ダウンショット用ではあるけど、でも使えるけど、うん、ラッキーとかにした方が良くなっちゃうんで、そうなると、うん、ストレート差しでこの3番でいけないかな。3番のストレート差しだったら、おすすめはやっぱシュリンクかな。レッグでいいっすよ、なんかレッグワームで。レッグワームはね、竿がね、これ硬い、柔らかい。いや、あレッグワームしかないよ。はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。釣り子 TV です。小森さんに殿下の宝刀、コンクルージョンとゼノン。これゼノンね、借りたんで、これでちょっとダウンショット、小森さんおすすめポイントでやってみたいと思います。じゃあ頑張ってます。まあ、64
LS は基本的にレッグアームのダウンショット用ではないですよ、はい、でもまあ全然できますけど、どっちかというともうちょっとスローな、はい、シェイクとか、もっと激しい横への中層のノン感じな、はい、要はそのね、ルアーにあんまり強いタッチを与えたくないときに使うロッドなので、はい、まあレッグアームでもいいんですけど、ちょっと移動距離の少ないシェイクをイメージしてください、はい、移動距離、まあ、レッグアームは横に移動させて威力を発揮するバームだから、はい、まあ、アンバランスといえばアンバランスですよ。でも釣れないわけではないです。ああ、でも差の感じは分かっていただけると思います。そのタッチの軽さと。あ、軽いですね。60ULS から今、はい、入れ替えましたけど。あ、初期作の 60ULS よりは軽いから、はい、軽い感じると思います。持っていただいて。あとそのぽよぽよ感。ぽよぽよしてます。ですよね。このタッチ感って初期の 60XULS とか、まあ、スモールマウス用の 60SULS とか、はい、あれにまあ近いようなタッチ感ですね。行っちゃってくださいね。鶴岡さんもちょっと雨が、はい、半端ないんですけど今日。雨降ってないですよ。降ってるでしょこれ。7月の雨ですよこれ。本当に。勝ったんです。小森さんが釣って、で俺が初バス釣って終わりなんで今日。2期も必要。はい、あ。なんなら40アップなんだよ。ハードル高くなったまた。8月の雨は寒いってね、はい、昔 G アルフィーも歌ってましたよ。寒いこれは、はあ、寒くないですよ全然。降ってないし寒くないし、もうあと釣るだけじゃないですか。降ってますよ。めっちゃ降ってますよこれ。降ってますかね。服に染みてきたら終了でも。はい、はい、あ、64のこのポヨポヨ感いいですね。慣れてくるとこっちの方がいいっていうか、あのダウンショットも多分二手に分かれると思うんですよ。あのダルンダルンと、そうです、行きたい人には、要は 60ULS みたいな硬い、ちょっと硬めの、はい、ロットって、まあ正直昔はなかったんですよ、ダウンショットっていう。あー、すごい、ね、いや、ありがとう。ちょっとね、バンク沿いに1本だけブッシュが沈んでますね、はい、昔からあるやつですね。枝っぷりのいい木が倒れてますね、はい、さあ、すみません。今見事にフッキング決めてましたね。こういう曲がり、こういう。アブフランキってなんか独特ですね、本当。そうですね、曲げても曲げてもパワーが増してくるじゃないですか、はい、どこまで曲げたら折れるのかって試すと折れる時もあるんでやめてくださいね、はい、でも結構ね、まあ僕は正直プロとからずっとタオプランク使っても3、4年になるけど、はい、もうちょっと経つのか、4、5年になるんですけど、取れました、取れました。まだね、折ったのはティップボールたのはあるけど、うん、なんかの曲げ間違いでバットから折れた竿は2本、はい、キャストした瞬間にパキーンと折れたのが1本で、はい、もう1本はシェイク中にパキーンと折れたので、どっちも傷ですよね。あ、傷が、傷系の折れ方でしたね、うん、まあ、傷というよりももうすでに折れてたっていう考え方だと思いますね、はい、要は曲げる方向には折れてないけど、はい、飛ばす方向にすると折れちゃうっていう、はいはいはい、コンクルージョン。まあ、この岬に関してもね、もう僕ここでガイドやってかれこれ18年になるんですけど、まあ18年中この岬でお客さんに釣らしたことがある冬っていうのは10年以上あるわけだから、はいはいはい、延べ30人ぐらいの人がここで初バスを釣ってるわけですよ、はい、なので、まあ、いまだにも正月近辺から黒いレッグワームが雨のように降ってきてると思うんですけどね。はい、それでも食っちゃう。それでも釣れるときは釣れますよ。生態マテリアル。まあ、バスはね、レッグワームだと思って避けたり逃げたりしてるわけじゃないですから。もう、習性としてこの動きが学習しきれないっていうか、大好きなのか。そうでしょうね。釣れない動きってやっぱあると思うんですよ。例えばクランクベイトのコロコロした動き、はい、あれも多分永久にあの動きですよね。
球系のものが、そうです、左右にそのローリングやボブリングをするっていう、はい、あの振動以外、あの振動ではもう食わないなんてことにはならないですもんね。はい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 、もはやバスフィッシングが世の中に登場してからずっとあの動きにはバスは反応するじゃないですか。はい、本能を揺さぶる動きっていうのはそうそうすれたりしませんよね。うん、あとダウンショットでもやり方は基本的なことは伝えてるけど、やっぱ10人いれば10通りの動きがあると思うんですよね。はい、本当なんかゼロンとかっちりしてますね。かっちりしてますよね。一つ一つの動作の中で。正直に批判してもらっていいですよ。え？正直に批判してもらっていいですよ。はい、あ。シマナの方が好きです。ベイトが最近ちょっと映るんですよね。はい、ファーファーファーって、これベイトですよね、中層に映るのは。はい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 、あ、来ましたね、ベイト。うん、でも何なんだろうね、このベイト。え、ワカサギじゃないですか、そいつら。ワカサギいるんですか、この水に。わかんないですけど。え、ワカサギいないですか。基本的には春までには全滅してるぐらいの勢いで考えてますけど、夏までには。これでも、こっちにもすごいの映ってますよ。これ6、7メーターですよね。はい、中層にちっちゃい魚ですよね。はい、粉っぽく映ってますもんね。20センチとかそんな魚じゃないですよね。うん、すごい群れで。右奥ってなんかやたらでかいのが出る印象ありますよね。右の奥？いや、このすぐ右奥。この辺よく釣ってますよ。でかいのはね、別にそんなに。なんか小森さんに一番最初ガイド昔乗った時、はいはい、11時半にここでお客さんが。そうですね。まあでも、あの向こうの岩のとこですよ。あれ、まだ浅いところ。はい、カバーというか、タンバから上がってきた魚がつく最初のカバーなんで、はい、2月末から3月頭ぐらいに。はい、比較的魚が止まるところなんですね、あの角が。なんか南風吹いて、そうですね、1個上がろうかなって個体が。そうですそうです。でもね、でも正直な動きを正直に魚が してるのかどうかすら分からないぐらいの個体数しか釣れなくなってきましたよ、最近は。あ、そうですか。これはね、基本的にちょっと難しくなってる前触れなんですけどね。はい、そのやっぱり屋形船ダムサイトに行きました。行きました。はい、やっぱりね、その魚が魚の動きをちゃんとしていればまとまってバタバタ釣れるんですけど、うん、ちゃんとしててもまとまって釣れないぐらいの個体数しかいないと分かんないじゃないですか。でも言っても亀山ってやっぱりなんか三島とかと比べると本当豊富な魚が豊富な印象はありますけどね。まあ個体数は多いと思うんですよ、なんですけど動きというか、まあ、サイズがちょっとやっぱり根本的に小さいじゃないですか。あ、はい、だから季節の流れに大きく左右される魚たちってスポーニングに支配されて、泳いでも活発に捕食しつつ活性を落としていってレンジをちゃんと変えていってっていう泳ぎもあるやつらなんですけど、はい、そういう魚は比較的少なくなってきてますよね。そうですか。では年1年間通してこういう普通の場所でやって釣れる40アップってすごい減ってきたじゃないですか。はい、40アップ、確かになんか昔は結構ボロボロ混じったり、一時は40アップは連発したりっていう時あったけど、最近は40アップは連発、なかなか2連発ぐらいはあるけど、5連発、10連発っていうのはないじゃないですか。ちょっと特殊な釣り方を織り交ぜていかないと、でかいのにはたどり着けない印象はあります。そうですよね。いや、それで特殊な釣り方で分かったからって、その釣り方でじゃあ、再現性があるかっていうと。かつボコボコではないですよね。ボコボコではないですね。単発でポロッポロって。ですよね。はい、だクリークにいいのが入ってるっていうことは分かっても、クリークでいいのがどんどん釣れるじゃんしに、ワンクリークワンフィッシュぐらいな、はい、そうです、グッドフィッシュが出て終わりっていう流れじゃないですか。はい、昔はそうじゃなくていいとこだとずっと待ってるの次々バスが入ってたんですよ。あ、そう比べるとやっぱ減ったなっていう、その、まあ、原因の一つとしてはやっぱり去年の台風の後の大雨、はい、とかああいったことがあってやっぱ気象はあるんだろうなとは思ってはいますよね。なので今年の冬はちょっと難しいなと感じてはいるんですよ。はい、例年よりもはるかに魚団に移り込んでくる魚が少なくて、
小さいのは多分いるんでしょうけど、この時期でも口を使ってくれるのは35ぐらいのハイアベレージの魚たちがちょっと見当たらないんですよね。でやっぱでかいのが釣れるところは群れでバーって魚体に魚が移ってくるんで、はい、そういったところだけはそこそこいいのが35から40ぐらいはポロポロ釣れたりするんですけど、はい、まあその群れが多分もうちょっと群れじゃなくなってきちゃってるんでしょうね。水温が下がってきて動きがなくなってきてるとか、はい、まあでも本当この時期になってくると必ず言うことがあって、はい、もうサイズはどうでもいいです正直、はい、でかいのっていう気持ちも分かるんですけど、はい、1匹釣ることが大事な季節ですもう、はい、1月の、まあ、1月から2月にかけては特に、はい、この毎月亀山ダムにこう来るとして、はい、1月2月っていうのはもう本当にちっちゃくてもいいから1匹で季節の流れをしっかりと掴んでいく、はい、2月に関してはこれからハウリに移っていくっていうのを感じながら1匹とりあえず釣っていく、はい、3月に関しては春だということを頭の隅に入れながら1匹釣っていく。あ、ただ 春の後ろには冬があったわけだから、うん、春がまだだったら冬まで戻らなきゃいけないんですよね釣りを、はいはい、それを2月3月は考えていく。1月は逆にもう秋じゃなくて冬、はい、冬の魚を1匹でもいいから釣る、はい、まあ試合に置き換えるとそれがちゃんとできてれば、まあ、大きく外れることはないんですよ。あ、まあ、最近100人という大会はないですけど50人ぐらいの大会でしたら、はい、10番とか15番には入るんですよ、はい、今の時期1匹釣れれば、うんうん、出したら5番以内に入りますよね。そういうまあ周りと比べてっていうことはその自分の釣りにそこまで求めなくてもいいとは思うんですけど、うん、まあ、湖の中で釣れてる方に自分は入りたいなって思ったらそれを目安に一匹を大切にちゃんと1月は特に感じながら釣ってくる、はい、やりたいこと朝いろいろ言ったけど、まあちょっといつもそうなんですが1月はこうやってパワーフィネスとかビッグベイトまで時間が回せないっていう感じですね、うん、あはい、朝一ちょっとやってみて、もしくは一匹釣れてからやるかっていうふうにしていかないと、とにかく一匹釣るためにはこのライトリグボトムっていうのをしっかりとやっていく、はい、それでもこうやって雨降っちゃうときつい。うん、でもちょっと僕さっきからカラータイガーがピコピコしてるんで、はい、そろそろ腰に帰んなきゃいけないんですよね。じゃあそろそろ釣っていただいて、そろそろ釣らないと、小森さんが釣っても俺が釣れなかったら帰れないっていう。置いてきますから置いてきます。僕は釣れなかったらここにずっと、夜は釣り禁止ですから、はい、夜はじっと寒さに耐えて、耐えて火が出たらまた釣りを開始して、はい、釣り禁止ですからね、はい、2、3日やっておいてもらえれば、うん、そのうち釣れんじゃねえのっていう、はい、まあ、そういったところは回ってます何も今日じゃなくても明日はすごく天気が良くて気温が19度ぐらいになるって言ってるんで、そういう時ってやっぱそういう日の方がいいですか？絶対にいいですね。あ、そうですか、はい、明らかに食いますよ。あ、そんな水深 10m まで、そんな暖かい温度がいってると思えないんだけど明らかに食いますよ。そうなんだ。それまでずっと僕もそうじゃないと思ってたんです。はい、深いところの水深なんて変わらないだろう。はい、でもやっぱり三寒四温の三寒よりも四温の方がはるかに効果が出てるんで、それはもうここで18年もガイドやってれば明らかに分かってるんで、はい、まあただね、一つだけ雨の日の利点があって、はい、人がいない。あ、そうですね。はい、だからあの魚探をかけていろいろやりたい人はやり放題。そういう意味では雨の日に来る、天気が悪い時でなってくるっていうのもまあ一つのまあポイントかもしれないですけどね。クロスしないでくださいね。はい、このボートポジション5メーターの半分に7メーターかな、こっち投げると今9メーターぐらいに投げました。はい、クロス厳禁ですよ。ノークロスです。ノークロスで、アップヒルに来てくるんで抵抗がちょっと強いと思うんで、はい、よりスローにシェイクしてください。はい、くしゃくりレベルですよこれ。なんですか、降ってますよね。降ってないですね。降ってないですよ。大丈夫です。気分浅いです。
ップヒルになってるでしょ。はい。ゴリゴリしません？ゴリゴリしない。できればその差を返してもらいたいんですけど、はい、ちょっとデックアームじゃなくてストレート系とかシュリンプとかでゆっくりとシェイクした方がいいんですよね、はい、なのでそれ使ったレッグアームじゃないワームの方がいいかもしれないですけど、まあもうそんなのも付け替えれるほどの握力がなくなってきたので、はい、どうだ、握力なくなってきません？これいや全然まだ手はと思うでしょ、ああ魚釣ってから針外せなくなってますよ多分。いや俺まだ最近夜のシーバスっていうひどいやつで体幹トレーニングしてきたんで大丈夫。シーバスだって6時間も7時間もやんないじゃないですか。いや、やりますよ俺は。やるんですか。しかもずっとアイスライド 262T 縛りって肩から指先から全部壊れてくるんだから釣れるんですか。あれ釣れますね。まだ出ます？今も。あ、今ギリじゃないですか。なるほど。年末までは全然ジョイクローでいけてたんで。もうバチに変わってきたんじゃないですか、そろそろ。え、バチに変わってきたんじゃないですか。いやー、バチ、うん、この城を狙ってるんで、はい、大丈夫なんですけど、転職してるやつらは。はい。いやー、去年ほんと 262T 優秀でしたよ。これも良かったですよね。あ、去年年末？うん。うん、あ、売ってないですよね、あの子は。マスクが濡れてきて、はい。喉の潤いをするマスクみたいになってきましたね。あ、いいですね。ちょうど良かったですね。バッチリじゃないですか。まあまあ寒いっす。はい。大丈夫って言ってますけど、はい。あんまり言うと返しませんよ、本当に。カメラが壊れようが濡れようが。はい。コンクルージョン。いや、なので、あんまりそんな大丈夫って言い張ると。あ、そうですかって動きますよ。僕ね、寒さはいくらでも耐えれるんです。いや、案外コールさん、はい、カールさん、俺ガチで大丈夫なんで、行ったなって今、行ったなって感じで言いましたけど、用事があるから帰んないと。俺結構本当鍛えてるんで。僕ね、寒い寒いとは言うけどね、ぶっちゃけ今指先以外全く寒くないですか。うん、足先はそれ防寒ブーツですか。足防寒ブーツですけど、別にもう濡れてるけど全然関係ないんです。関係ないですね。大会だったらどんな状態でも集中力マックスでやんないとダメなんですよね。ああ、僕ね、昔一回それで痛い思いをしてから、はい、釣りしてる時に寒いと思った瞬間に自分が負けだと思ってるんで、寒いと思う格好をしてきた自分がもうプロとして失格だと思ってるんで。準備不足。はい、全然寒くないですよ、本当に。指先が冷たくて手がかじかんでくるという事実はあります、はい、それだけ。うーん、でもそうなれば僕は投げないですから、はい、とりあえず小森さんを安心させるためには、俺早く一気に釣りたいですけど、結構真面目にシェイクしてる。移動します。はい。ここだけは12月ボロボロ釣れたけど、こっち側はあんまり釣れなかったし。はい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 。そして川ぐらいもあんまりすごく良くないですね。これより釣れましたけどね。なんか山田さんかなんかが一回はめてたんですね。今年は寺田一角ですよ。あ、そうですか。はい。どっか試合で入れちゃうの、寺田一角。はい。釣れるまで粘ってもいいな。死に場所を。まあ、魚がでかいし、はい、数も相当釣ってますよね。寺田心くん。寺田、やっぱり冬場でも小森さん、一回の回収からキャストまで早いっすよね。今テンポ早いっすね。バイトこうやって逃したんですよ。バイトあったんですか。はい。行ってくださいよ、それで。あ、だから寺田心じゃねえよ、みたいな感じだった。寺田心とか言ってんじゃねえよ、と思って。それどころじゃねえよ、こっちはってなった。まあ、ホール直後にバイトがあったんで。はい。戻しましたね。どんな感じのバイトだったんですか。時給650円くらいでしたね。結構ブラックバイトでしたよ。ブラックバイト。はい。ここは、深い側に投げ込んでる感じですか。そうね、黒くなってきたらアップヒル。はい。
殺菌力とか吸収力がマックスになってくるといいですよ、はい、こうダウンヒルで釣ってくるとどうしても寒くなってくると雑になってくるし、はい、あちゃんと下まで落とし込め落とし込めなくなってくるんで、こう体は寒くないって言ったけど指先はやっぱり鈍ってきてますからどんどん、はいはいはい、やっぱね、それはちょっと考えないといけないですね。はい。あとこれ、水温の上昇を見込めないわけじゃないですか。はい。そういうのでやっぱ立ち木とか、そういったのに絡めていった方が釣りやすくはなってくるだろうなとは思ってますね。だからね、土日だとこっから立ち木に移動しても遅いんですよ。クーリングであれば、ベゴシータっていうのも人入っちゃってるんで。はい。で、まあ休日でもやっぱり、もうちょっと遅いっすよ。だってこの雨の中移動します今からって話じゃないですか。そうですね。笹川まで行きますよこの雨の中。さすがにそれはちょっと考えちゃうんでしょう。笹川ってこの道どうなんですか。出口の方が比較的いいですよ。あり出口の方であれば。はい。上流はまだ考えない。上流はまあその川なんでね。はい。まあいるやつはいると思うんですよ。はい。上の方に。はい。だけど、釣りづらいと思いますよ。反発でかいのがいたからって、だから何だと思うんで。はい。ニジマス入れたってのはどういう要素が働く可能性があるんですか。いや、本来、その中層にまででかい魚が残ってれば、活性化すると思うんですよ。はい。餌ですからね、ぶっちゃけ。はいはいはい。バスにとっては。はい。だけど、そんなにいなければ意味ないんですよね。ニジマス入ったみたいだよって、オリキサーの上流から降りてくるかっていうと、まあ、無理でしょうね。水産センター近辺で見まして、あの辺にでかい魚がいたんだったらだけど、でも、この仕込まれたのその、寺田の魚とは全然話が違う。寺田の魚はミドルからディープなんで届いてるかもしれないですけど、はい、届いてどっか行っちゃったのかもしれないですけどね、今日いなかったから。あ、はいはいはい。でも何センチの水が出たか分かんないですけど、僕が釣った魚って40ぐらいのバスだったから、それが食える魚だったらちょっと引っ張られてるだろうなと。まあまあ、水のためを思うと別にいいことなので、はい、何もその不満があるわけじゃないんですけど、はい、ダム湖である以上、やっぱり人工的なものなのでね。はい。で、まあこれも計算のうちに入ってるところはあるんですけど、はい、その、外的要素、まあ餌の放流であったりとか、水の放出であったりとか、はい、放流であったりとか、流入であったりとか、はい、雨以外の外的要素がやっぱ加わってくると、うん、やっぱ魚の動きっていうのは、意図しない方向になっちゃうときはありますよね。はい、それが、プラスに働くときはいいけど、マイナスに働くときはなんだよ、畜生って思ったりは。しますよね。土砂降りレベルになってきましたね。なんかね、本当なんかこれ降ってますよね。いや、まあまあ、降ってないっていう程度ですけど。1月ですよ。気温4度ですよ。これ雪と雨、紙ひどいですからね。ここまで降られると、はい、なんかムカつきますね。そんなんじゃ、そんな予報じゃなかったじゃん。今になって言いたくない。いや、昨日予定した段階では全く天気予報では晴れと言ってたんですよ。そう。今朝天気予報つけたら、房総半島は雨って言ってましたから。いやって感じ。ムカつくのが遅いです。ちょっと前からもうムカついてますから。なんでこんな日に急してんだよ。いや、明日やりましょうって言い張ったら、あの野郎何考えてるんだ。しかも血ばらきって。すいません。1月でお客さんガイド入ってくださるじゃないですか。はい、一応雨だったら聞きますわ。はい、どうします、はい、全然やめてもらって大丈夫ですよって別にそれによって僕に話するじゃん、はい、なんないですよってちゃんと伝えますよ。はい、で出るって言われたら僕が嫌な気分になりますからね。いやー、ほんとカメラ周り、バッテリー周りだけなんですよね。壊れてしまう。バッテリーを壊れてしまう。締めないでくれっていう、それだけなんですよね。して壊れてしまう。いや、ほんとそのレベルですよ、こんだけ降られちゃう。いや、僕ずっとそう思ってたんで、もう早く壊れればいいな。でも、こんな降ると思ってないから、蓋付きの入れ物じゃないので持ってきちゃったんで、最悪なんですよ。最悪。コンクルージョン。今からセットしてみてもいいなと思う。じゃあ、すごいな。恐るべし、亀山のアングラーたち。
でもここまで降ったらなんか巻物やんないですけど、ありそうですね。ここまで降った日に巻かないでいつ巻くんだよって感じぐらい降ってますね。なんか山田さんが去年か一昨年の五十嵐カップで、はい、フロッグで優勝してた時に告知して移動しましょう。はい、やばい、これはこれやばいっすね。これは良くないよ。これ良くないよ、田中さん。良くないぐらい。良くないわ。良くないわ。真冬でも本当に40匹とか釣れました。真冬。はい。